11月19日ですかね、月曜日ですね。2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になる1億円近く投資しておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間陽先生です。今回の月曜日の仕込みのインジケーターですね。土日ずっと分析させてました。でですね、今度ね、5週間前からの分析データでやってみました。投資数はそんな増えないんですけどね、たった10個以上なんですけども、負けにくくなるんじゃないかということなんですね。1週間で分析、3日の分析でもいろいろやったんだけども、まあ結構難しいんですけどね。長い領域ですと勝ちやすいんじゃないかということで、負けが減ると。で、取引数は結構多くなると思ったんだけども、多くなると負けの出るのは結構あるんですね、繰り返してね。で、厳しく判定がなるみたいなんですよね。だからその方が稼ぎやすいんじゃないかということでね、5週間分析してみました、初めて。今までね、データがうまく取れなくてできなかったんですけども、投資ですね、こちらなんですけど、5週間。で、投資戦術は秘密です。このインジケーターね。まあ、こういうインジケーターで動かしてるということですね。めちゃめちゃ複雑です。で、55,5440 ライン前から分析してます。その 0.9% ですね。で分析してます。全部勝率 10% ですね。あ、じゃあ、自己以上。ですね、それで勝率が 80% 以上で分析させて、出てるのが左上は 80%、80、80、90、86% って5つ出てます。で、5個足しても50個しかないわけですね。50個ちょっとしかないわけですね。それで、まあ、5週間。ですから1日1個シグナルが出たらいいという感じはするんですけども、7時頃の変動の切り替わりで始まる時にシグナルが1個出てるんで、シグナルが出ないようなこともあるんじゃないか。1個は2つ出てるんですね。だからそれで出てんじゃないかなというようなことで見てるんですけど、まあ出てなかったですね、今朝。だけどシグナルは出てました。表示はされませんね。でしたけどね。これでか、まだね、先週の稼ぎ方っていうのはね、チャランポラでね、当てにならないんですね。で、まあ、投資戦術は教えられませんけども、教えたらお金をあげることになって汚職となって、僕は捕まっちゃうんでね、お金をあげることはできませんから、まあ一応先日は教えないで、こういう方法で投資してるよと、これでシグナル待ちして、でそれから人間の判断で投資してるということをちょっとお伝えしたいと思います。シグナルが出てからね、完全にこのシグナルだけじゃ不安なんで、必ず自分で考えて打ってます。いいところには来るんです、シグナルがね。それから自分で考えて投資してます。先週は2万ぐらいプラスだったわけですね。今週も2万ぐらいプラスになるかな。ちょっと無理と思うので、数が少ないんで、まあ5000ぐらいプラスになったらいいんじゃないかということでね、週でね。それでもだって、投資数で安定すれば稼げますからね。
あとそんなことですね。人間たちの妨害って結構多くて、人間全員なんだけど、人間たち、私に対して、上の生物というかね、人間全員が妨害してるんですけどね、人間たち、私に対して一人だけに全員力使ってるっていうことを知るとね、気が狂って、またお互い殺し合うんですよ。現実がね、知る前でね、相当1日平均100人ぐらいは摩擦でね、能力者との摩擦で人間はね、倒れていくんですよ、1日ね。その中でね、こういう投資の妨害も人間全員が妨害してるんですよね。だけども、人間妨害で私1人だけにそれだけかけてやってるっていうことを知っちゃうとね、気が狂ってお互い殺し合っちゃう。そんなことやってない、数人だとかね、いう感じで、人間たち動い、妨害してきているんですよ。自分たちやってるのが、数十人とかね、そう、数百人とかいうので妨害してるというふうに、ね、考えて妨害してるんですね。実際人間全員なんですけどね。それでね、その事実知っちゃうと、一人に対してそんなにやってて、ね、阻止できない、阻止するのが大変だという、ね、私の方も大変だけど、で、その事実するとみんなね、人間同士で、ね、そんなにやってるのかって言って、知るは知らまで、殺し合いをしてしまうんですね、人間ってね。だから自然にね、消去してるんですよね。妨害者っていうのね、めちゃめちゃ多い、人間全員だからね。まあそんな